どうも、皆さん、ユビットです。今日もトワイライトシンドローム続きをやっていきたいと思います。舞台は井の頭公園なんですよ。結構細かいところまで、ああ井の頭公園じゃんっていう感じになってますけど、早速やりたいと思います。アイスコーヒー飲んでる。学校か、チャイムの音嫌いだったよな、マジで。おはよう。昨日のあれってねえ、キシス料理さ、ちょっとこの写真見てくんない？もう朝っぱから見せつけてくれるね。いつから付き合ってんの？そうじゃなくてさ、このここんとこ。こういうのあんた好きだったでしょ？私気持ち悪くって。これどうすればいいか知らない？ねえ、キミか。それ貸して。なんとかしてくれんの？うん。友達のいとこの先輩が、義母愛子。義母愛子さんって言いましたね。そういえば霊能師、霊媒師で。亡くなりましたけど。それマジ？あんた義母先生疑うわけ？私はあんたのコネを疑ってんの。まあいいや。我にもすがりたいって感じだし。貸してあげるから絶対見てもらって。オッケー、任しといて。心霊写真ね、ハマりましたね。恐怖の心霊写真集っていう本も買ったりしたけど、実は心霊写真僕投稿したことがあるんですよ、何回か。そう、明らかにこれは変じゃないかなっていうの。そしたら霊媒師の人が鑑定してくれまして、いやこれはこれはっつって、本物ですねみたいな。確か1年 D 組の岸井美香だっけ。そうだんす、また来ちゃったん。なんか君慣れ慣れしいな。私何の用がある？ああ、そんな邪気にしないでくださいよ。超深刻な用事なんですから。超深刻。へへへ、聞きたい？いらない、いらない、終わっちゃうから。もったいつけないでくれる？気持たせるのって私すごくイライラするの。まあ俺も特に今日は。じゃあ見せますけど、その前に先輩見せてって言って。やだね。なんで私が？だってその態度で見せちゃった私が見せたくてしょうがないみたいじゃないですか。でそうじゃないか。だからね、見せろ、見せて。はぁ、あ、わかりました、見せますよね。すごいでしょこういうのね。ぶっ飛んだ、首がぶっ飛んでるとか手がなんかぶっ飛んでるとかいろいろありましたけど、多重露光とか、ほぼほぼ多重露光なんだけども、これちょっとどっから来たのっていう映像が混ざっちゃってるやつがあって、それちょっと怖かったですよ、写真やってて。そんな、これは歴史として心霊写真、ちょっと驚くとかしてくださいよって。だってこんなの現像中に観光したとか、そう、露出がどう、ピントがどう、そう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 、とにかく簡単に撮れるでしょ。違法写真じゃあるまいし。なんなん、違いますよ。実は私霊媒体質なんですけど、その私がこれは本物だって感じてるんですから。おー、むちゃんもなんか刺したみたい。動物は刺しやすいっていうからね。感じるってどう感じてるわけ？どうってこう、なんかあダメっていうか、あ、先輩がごちゃごちゃ言うからなんか冷めちゃった。何それ。私のせいにする？どうでもいいよ、そんなこと。専門家に聞いてみようか。専門家って誰だ？千里さんね。千里さん専門家になってるわけだ。ちょっと来てくれる？さあ来ました。ゆかりちゃんまだ帰んないの？どういう喋り方なんだろう、千里さんって。ゆかりちゃんまだ帰んないの？帰んないんですか？急に呼んでごめん。ところでさ、千里、これどう思う？先輩、この人、本物霊媒体質。また冗談でしょ？これ。愛は井の頭ね、愛公園。なんでわかるの？このバッグはそうかなって思ったんだけどって。わかりやすい公園ですからね、あそこもね。特に橋のところとかわかりやすいですよね。なんだ、こんなこと心霊写真だって言い張ってるのが1名いるんだけど、千里先生はどう見る？感じるでしょ、強い霊気を。バーがただの失敗だよ、これだけじゃわかんないよ。これを写した場所に行ってみないと。写した場所？そっか、なるほど。なるほどって何が？もう鈍いな先輩、そこが心霊写真スポットだってこと。ちょっと心霊スポット巡りの季節ですね。これが怖い。さあ行くぜ、歩き回るぜ。付き合わせちゃってごめんね。いいよ、公園の散歩は久しぶりだし。本日のロケ地は池のそばの丘にある大鳥居前です。皆さん張り切っていきましょう。ノリノリで。それどこにあんの？神戸橋っていう橋があって、そこを越えたらすぐだって。だからその神戸橋の場所が分かってるのって聞いてるの。詳しくはほら、あっちに立ってる地図をご参照くださいなと。本当につけるのかな、これ。チェック、いいね。このブランコがあるところは京王線の井の頭公園の駅だね。地図あり。見てみよう。橋、神戸橋ってまるっきり反対方向じゃない？駅側から入った方が近かったね。ここからだと池沿いにまっすぐか。まあお散歩お散歩。それより先輩、ここ愛公園の夜は心霊写真だけじゃないんですよ。他にも怪奇なホラースポットがいろいろと。知りたい？まあ一応聞いとこう。ホラースポット？
そう、例えば彫刻館の石像、これ超有名な話なんですけど、人形って魂を吸うって言いますよね。夜歩くとか髪の毛が伸びるとかという話もよくあるし、お菊人形のことですかね。そういう不完全な命ってやばいんですよ。生きてる人間に嫉妬してるから。特に彫刻園にあるやつって幸せな人間ばっかり見てるから、その恨みが強いんです。それで夜な夜な集まって、自分たちの体に合う人間と入れ替わる方法をうつろな目で囁き合ってるんだって。どの人間がいいかなって。彫刻井の頭公園にあったっけか、それはちょっと知らないけどな。でも石像話してたって、もう機会はないでしょ。ダメダメ、全然ダメ。目が合ったか最後、次の朝には昨日と違う形の彫刻が、ゴーゴンですか、あの髪の毛が蛇でできている、で見られると石化するってやつだよね。あんたの言うホラーってその程度。何の今オードブル、次のはマジにヤバいっすよ。その名を目なし幽霊、まあ、一応聞いてみよう。夜の公園を犬と一緒に徘徊するサングラスの老人、しかしそのサングラスの奥にはぽっかりと黒い穴が2つ。幽霊なの？そう。なんて言ったってこれうちの兄貴が見たって言ったから。夜中ジョギングしてたらすごい速度で追いかけてきて、目玉えぐられそうになったってね。シャレになんないでしょ。どこまでおひれがついてんだか。あ、私が知ってるのはこのくらいなんですけど、結構信憑性高いんですよこの噂。信憑性高いんだよこの噂本当。近所にヤバい親父いっぱいいたよな昔。フライパン振り回して追っかけてくるじじいとか。じゃあ先輩どうしよう、私は彫刻園に寄り道するのをお勧めしますけど。それは行くでしょ。超回り道じゃん。いいじゃないですか、ついでだし行ってみましょうよ。やることやって早く帰ろう。まあ彫刻園行ってみるか。行ってみましょう。行かないって言ったら今度はそれをネタに付き合わされそうだしね。確かに先輩ナイス判断。じゃあこのまま右に行って、そこから先私はご案内いたしますから迷わないでよ。ほい、ボックス電話、ボックス電話も少なくなりましたよねって。これ入れんのかな、入れないか。ほい、お、彫刻園あり、着いた、よかった。何がご案内しますよ、超迷ったじゃない。まあまあね、過ぎたこと忘れて迷ってないでしょ。静かにしないと見つかっちゃいますよ。ほら、そこの魂のない彫刻に。別に普通の彫刻じゃん。そんな簡単に決めないでください。もっと近くに行ってみましょう。なんか聞こえる。誰、どうしたの。なんでもない。今の聞きました？なんか音した？まだ聞こえてる、あっちの方。誰かいるのかな？何言ってんですか？周り見てください。彫刻ばっかりでしょ。これ録音する？まあ録音しとこうか。出た！ MD ウォークマン。MZR3。音をバッチリクリアにゲット。これソニーとタイアップしてたのかね？声聞こえなくなった。まさか。気づかれた。いや、逃げやしない。声の下の方に行ってみよう。何？あんなムービーイベントあったっけ？何もないじゃない。運が良かったんですよ。見つかったらきっと仲間入りだったんですから。まあいいや。話を聞けたんだし。ほい。口の中に何か入った。むーちゃんの毛だった。喉乾いた。ああ、うまい。さて、来ますか。ほんのちょっとびっくりしたぞ、ほんのちょっと。ねえミカ、なんか変な道に迷い込んでない？案外心配性ですね。ジャングルじゃないんですから平気ですよ。そうだよ、ずっとまっすぐ行くから東京なんてね、どっか道出んですよ。少し行ったら池の方に降りるところがあったはずだし。今度は本当でしょうね。信用してくださいよ。行きましょう。本日は終了。そう、井の頭公園のね、売店こういう感じなんだよね。いいんだよね。で、何をするわけでもなく、こういうとこに夜中座ってさ、くっちゃべるのはいいよね。はいはい。長いの。こんな長かったっけ。ほいほい。今のカラスでしょ。見るマスカラス知らないか。出た、わしゃわしゃ虫。これ通ろうよ。
いや、通りますよ、これ。強行突破。行っちゃえよ、行っちゃえ、ふれ。行けんじゃん。平気だったでしょ。ちっとも平気じゃないよ。鼻の穴に入って俺目に入ってくる。必ず目にね、この季節入ってきやがんだよね。この間も撮影終わった時に、外撮影しに行って帰ってきましたって言った時、目の下に黒いのが、なんかちょっと今地図あったよね。ほら。古い地図。これ大事ですよ、これ。この古い地図大事ですよ。物語の進行上。これ、ずいぶん古いね。道合ってた？大丈夫ですよ。ほら、今ここだから右に抜ければすぐ神戸橋。古いからちょっと不安だけど、ね。道自体分かってなさそうだから大丈夫だよ。行こう。まだ見落としてないか？大丈夫か？二度は見れないんだな。さあ、これどっち行けばいいかな？こっちはいけないのかな？こっちか。先輩、右に行けば橋はすぐそこ。はい。また電話ボックス。ちょっと電話していいっすか？何？どこによ？荒又んとこ。これ、荒又博さんっていうホラー小説家じゃなくて、いますよね、荒又博さん。帝都物語とか、原作者。それにちなんでですかね。この間名刺もらったの変なオカルトオタクの親父。心霊写真についてなんか情報取れるかなと思って。かけていいよ。それはちょっと会話を聞きたいですから。どんな会話してたっけ。でもあらば、そうだ、真面目に答えるんだよ、結構。今度鼻の中に流れた。鼻。やっぱりむーちゃんだけだった。もしもし、平凡者ですか？あらまた言います？あらまたです。あらまた。あたし？岸って言ってください。わかるはずだから。あ、もしもし、あらまた？あたし、岸、久しぶり。元気？ちょっと聞きたいことがあってさ。うん、心霊写真か。岸井さんも女子高生をエンジョイしてるみたいで結構なことだね。でも、こと対象が心霊関係に関わる場合はなるべく注意した方がいいよ。まあ、そうですね。もっともこんなこと僕が言うまでもないか。まあ、罰が当たんない程度にやりなさい。さて、問い合わせの件だけど、岸井さん、今までにどんな心霊写真を見たことがある？エクトプラズムの影のないスキーヤーとか、顔が映ってるやつ。エクトプラズムって難しいよね。なかなか撮るの。影のないスキーヤー。まあ、どれでもいいや。これ、心霊写真って言ったらあれだよね。木の影に人の影が。人の影じゃない。人の顔が、とかいうやつ。ああ、よくあるね。人間の体のうち、その意志や思考が一番現れるのは顔だからね。人間が他人を見分けるときに、相手のパーソナリティの判別に、最も重要なのは可愛い表情だ。僕らが心霊写真の中に本来あるはずのないパターンを識別して驚くのも、そこに現れた人間的な意志の存在によるものなんだ。一番インパクト強いもんね。もっとも。どうして心霊写真はそういう分かりやすいやつばかりなんだっていう人もいるけどね。それでもともと心霊写真っていうのは本物と偽物の見分けがつきにくいんだ。写真の原理はフィルムに光が感光して焼き付いた結果映るものだ。あくまで物理的な現象だから、もし幽霊の撮影が可能なら、霊という存在も物理的現象ということになる。人間が幽霊を見たという場合、その時の本人の体調や心理状態など様々な要因が関連してくるから、その見え方にも個人差が出てくることはあり得る。ところが、写真に撮影可能となれば、それは客観的な物理的事象として確認することができるようになる。心霊学研究にとって霊体が撮影可能かどうかというのが常に論議の的になるの。霊現象に対する科学的研究が可能かどうかを分かす非常に重要なポイントだからなんだ。長っ。でも大月教授は大月教授出た。懐かしい。久々に聞いた。でも大月教授は何が起こってもプラズマのせいだって言ってたよ。この手の話は全て疑似科学といって本来の科学と分けようとする人もいるね。確かにあやふやなことの多い分野ではあるし、明らかな偽物もあったりするから注意深くアプローチするのは間違いではない。しかし同時に我々は科学というものの限界を知っている。全てが合理的で割り切れるほど世界はシンプルにできてはいない。偽物やまがいものに振り回されないよう注意する必要はあるけど、我々が全て知ってしまった。おお読めきれなかった。なるほどね、サンキュー。よく分かったよ。岸井さん、すごい心理写真撮れたら僕に見せてよね。 OK、 じゃあね。真面目でしょ。しっかり答えてる。長い。こんな長かったっけ。疲れした。私には分かんないよ。なんだって。すごいの撮れたら見せてって。最近の親父はこれだもんな。舐められるはずだよ。先輩、話ありましたよ。そういう言い方じゃねえか。先輩、ありましたよ。ここは神戸橋。そうみたいですね。風の匂い、すごく匂ってる。この足、それにこの場所、すごく良くない感じがする。やめてよ、下と。あんたの冗談に聞こえないよ。
ねえ先輩、どうしたの？急に思いついたんですけど、ここで一枚写してみません？出た。フィルム随分あることだし。じゃあまあ撮ろうか。じゃあ先輩、手すりの方に持たれて。なんで私が、石島先輩、先輩の隣へ。指示がある。私も写んの？はい。キュートなエンガンドね。撮りますよ。はい、お疲れ様でした。早いな。映るんです。何これ。ねえ、この音何？え、どの音？変な音聞こえなかった？何かを飲み込むような排水溝の音じゃないかな。もう先輩、そんくらいで怯えないでよ。よりさえ、別にそんなんじゃん。お、階段。鳥居、あんなところに。ね、本当にあったでしょ。あそこは例のスポットですよ。これ上がっちゃってよかったのかな。駐車場、こんな中まで車が入ってるんだ。まあ、とにかく撮りましょうか。撮るんだ。じゃあ石島先輩お願いします。鳥の向こうに何かあると思うよ。こんな風景とはね。こんなとこで写真とは。安いデートだな。だけどここなんか嫌な感じ。岸さん用すんだよね。早く帰ろう。石島先輩、もしかしてなんか感じるんですか？いいから明日詳しく聞きなよ。ねえねえ、ちょっと待ってくださいよ。気になんないんですか？私ドラマ予約してきたのに。調べる？調べてみる？ねえ千里、ここさ、どうしたの？顔真っ青だよ。石島先輩の霊感見せてくださいよ。ねえ、何かあったの？うん、なんでもない。とにかく早くここ降りよう。わかった。帰っちゃうの？帰っちゃうんだ。あんたの都合なんか聞いてないの？私は早く帰りたいんだよ。これじゃ何のために来たのか全然わかんないですよ。せっかく噂の真相をつかめたかもしれないのに。ブツブツブツ。噂の真相って誰もそんな噂してないっていうの。ちゃんと写真撮ったでしょ？それ見たからネタにするのが筋なんじゃないの？先輩、情報っていうのはね、タイミングが命なんですよ。ほら、熱心写真を偽造した親父の素晴らしさ。あれ偽造なのかな、本当に。未だにいるって信じてんだけど、俺。いると思うんだけどな。ネスコ、なんだかんだ遅くなっちゃったね。千里、うちの方大丈夫？多分平気。だけどタクシー使って帰ろう。こっからなら1メーターだから2人で乗れば安いし。先輩。ん？ねえ先輩、トイレ行きたくありません？はあ、ぶつけてやるか。正直少しも行きたくもないけど。ああ、ありがとう。先輩って優しい。お連れ。あ、ノーコントローラーで歩いてます。へー、お待たせ。はいはい、ご苦労さんでした。なんか汗かいちゃったな。早く帰ってシャワー浴びたいよ。千里、今の聞こえた？外に飛び出しちゃう。大声出す。声が出ない。目覚まのない親父か。何をしとるんだ。そっちこそジジイ、女子トイレの前で何やってんだよ。こういう顔の人いるよね。平沢、止まれ。すまん、そうか。ここ婦人用の手洗いとは気づかんかった。失礼した。すぐに立ち去るよ。ゆかりちゃん心配ないよ。この人幽霊なんかじゃないよ。けど変じゃない。女子トイレの前をうろつくのが普通なわけ。
減らそうが、この犬が私の目なのでな。ひどく脅かしてしまったようだが許してやってくれ。人の礼儀には少々疎いのだよ。私は酒井、酒井さんだ。この近くに住む者だ。イラストと散歩するのが私の日課でね。酒井さん、この辺りのことにはお詳しいですか？ちょ、千里、何言ってんの。ごめん、ゆかりちゃん、知りたいことがあるの。少しだけ付き合って。そうだな、大抵のことは少しお聞きしたいんですが、鳥居のことについてなんか知りません。もしご存知でしたら教えていただきたいんですが、何かね、石段の上の鳥居をご存知ですか？私たちさっき、あの近くで写真を撮ったんですけど。なんだと急に変わる。なんだと、いかんいかん、あんなところで、夜中に写真を撮るなど不謹慎な。ともかくすぐに焼いて捨てなさい。いいね、必ずそうするんだよ。お引き止めしてすみませんでした。私たちはこれで、君はしっかり者で安心したが、しかし若い娘さんはこんな時間で歩くのは感心せんな。遊びに来るなら昼間のうちにしなさい。昼間だと面白くないんだよね。はい、失礼します。行くぞ、フィラソー。高原の主人、何様のつもり？二言目には不謹慎不謹慎ってでかいね、ついてる下がらないと思って。まあいいじゃん、害はなかったんだしさ。だって人が苦労して撮った写真開けってどういうこと？ムカつくな。なんであんなのに差しされんの？でも岸井さん、あの写真は言う通りにした方がいいと思うよ。私、なんか嫌な予感するんだ。で、この今のこのエピソードでちょっと俺一つ思い出しちゃった。一つだけはっきり写真残ってるやつがあるんですよ。それ焼いてないんだ俺。しかもどこに行ったか分かんない。すいません、パーイ。どうしたの？じゃーん。へい、見て。今度の完璧。これが心霊写真だって感じ。最初見たとき私心臓止まりました。あれ、これはもしひょっとして。ひょっとして。ね、ね、すごいでしょ？これ絶対本物だよね。これは、ひょっとしてバッドエンディングか？岸井さん、この写真誰かに見せた？うん、本物かどうか確かめてもらいたかったから、津島先輩が最初。津島先輩がその反応ってことは期待できそう？冗談にしないで。ねえ、岸井さん、これ捨てた方がいいよ。ゆかりちゃんにも見せることないよ。ねえ、捨てよ。焼いてさ、急に何言って。だって、これ私の写真ですよ。私がこんなのって現像したのに。でも、だけど絶対良くない。こんなの持ってちゃいけないよ。ねえ、岸井さん、その写真もう一度よく見せて。え、なんで？実は偽物とか言わないんだよね。あ、何してるんですか？私の写真か。騙してごめんね。でも、最低、石間先輩は今の恋、ちょっとした噂になると思いますよ。こういうエピソードがね。聞いてくださいよ、石間先輩ひどいんですよ。せっかく現像した写真嘘ついた私から奪って上、勝手に焼いちゃって。先輩からも言ってやってくださいよ。あんたのやったことは人として許される行為じゃないって。千里は見たの、その写真。ゆかりちゃん見ない方がよかったよ。そんなに怖いわけ？急性心不全ものですよ、あれは。あれなら現像ミスなんて口が裂けたって言えませんから。先輩にも見せたかったな。ふん、私だけ見てないわけだ。ああ、ドロドロになってきた。ねえ先輩、それでお願いがあるんですけど、もう一回だけ探検付き合ってくれません？うわ、俺ちょっと写真思い出しちゃったな。あの写真どこ行ったんだろう。引っ越してから段ボールに貼りっぱなしだから、探せば出てくるかな。怖いんだよ、鮮明に思い出しちゃった。ここまで来てブツブツ言わない何事も楽しむって心が必要ですよ先輩。いや、あの写真どこ行った、気になっちゃって。ちょっとご説明差し上げますと、以前鎌倉の怖い話を郵便とテレビで上げてたんですけど、ちょっとね、ある事情で削除したんですが、ここに牛赤丸ちょんちょんってこう点がありますよね。そういったこの時代のものじゃない顔が写り込んだ写真が撮れちゃったんですよ。結構昔ですけど、その時ね、ろくなこと起きなかったんですよね。どこ行ったか、あの心霊写真。その写真を、まあ、知り合いのやつスタジオ持ってんですけど、そのスタジオ出来たての時にこんなの写っちゃってさって見てたら、ブレーカーバーン全部落ちちゃって思い出しちゃった。先進みます。
電話をかけるんだ。この声なんか聞こえる、なんか聞こえるよね。二人ともいいからまっすぐに進んで、絶対に進みは見ちゃダメ。見たい。写真は撮らない方がいいかもしれない。急ごう。今気づいたんだけど、メガネよく曇んないねこれ。どうして少ないのこの足。こんな長くなかったよ。向こう岸が逃げていくみたい。私も走れない。寝ても声が聞こえなくなった。前に進むしかないよ。向こうに行ってみるしかないよ。ここに立って始まらない。そうだよ、先に進むんだ。行けばわかるさ。どうして、なんでこんなことに。ミカリちゃんしっかりして。満島先輩、さっきの声、私には何か言ってるみたいに聞こえたんですけど。あの写真の呪いなんて言わないですよね。ね、わからない、わからないよ。だけど何かすごく危険なのは確か。そんな、岸井さん、根川は後で何も残らないように焼いて、それから探検ごっこはもうおしまい。今はとにかくこの公園から出よう。いや、出たら検証できないもんね。そんなの絶対嫌。そんなこと私絶対信じないよ。行こうよ、鳥居まで。ねえミカ、最初にそう言ったのあんたじゃない。だけど呪われたりしたら、そんなのあるわけない。あるよ。今までがラッキーだったんだよ。これ以上言ったら本当に何が起こるか分かんないよ。ねえゆかりちゃん、お願いだからもう終わりにして。絶対に嫌。あるわけない語りなんて。じゃあもう止めないよ、そんな無謀な。そうで、真相を確かめなければ。取りに行きましょう。先輩、今の悲鳴、車のブレーキ音だよ。いや、声だよ、これは。強い思いが一面広がっているゆかりちゃん、最後にもう一度言うよ。これ以上は何も保証できない。上を見るまでは帰らないよ。私、まだ帰らないよ。この目で確かめてみるまでも。お経が聞こえます。お経が聞こえます。やばい、やばい。何が広がる？
何が広がる、わあこんなのが広がっちゃう。地獄絵図。どういうことなんちだと。ゆかりちゃんにも見える。ねえちょっと先輩、何が見えるんですかって。見えてないのか。悪い冗談よしてくださいよ。私夢を見てるの。うん違うよ、思いが見せてるんだよ。ここで死んだ、うん、殺された人たちの思いが。先輩ここひどい匂いだよ。形状だったんだ多分。こんなに強い気持ちがとどまってるなんて。だけどどうして、だけどどうしてこんなことが。神社があった時はきっと抑えられてたんだよ。だけど今はそれが壊されて。ねえ先輩、お経が聞こえるよ。それで返せって言ってたね。だと思う。でもそんなこと無理だよ、私たちに言われても。ゆかりちゃん早く早くここから逃げなきゃ。逃げてきた。ゆかりちゃん、まだ調べたいことがあるよね。これじゃまだわかんない。行こう。それしかないよ。真相を確かめるのじゃ。車のバック音が。危ないぞ。危ないぞ。危ないぞ。みんな危ない。どっちから、どっちから、ね、左に逃げる。大丈夫なのか？大丈夫なのか？おお、大丈夫か。死んだのか。私たちはあの世か。あの世ろし。佐藤佐藤。一応先輩。生きてるな。大丈夫そうだな。大丈夫なんだな。どうなんだ。水の中で落ちたのか。お、フィラスト。フィラストだな。気がついたかね。坂井さんですか。待て待て、動くんじゃない。もう少し休んでいなさい。あ、すいません、あの友達がいたはずなんですけど。ああ大丈夫だ、うまく車を避けられたようだよ。今警察呼びに行っとる。池に落ちたのは君一人のようだな。お社は亡くなっちゃったから。ずいぶん怒ってる人がいました、水の底で。その話を通用するのが。ああ。どうなるんでしょうか、これから。まあ今のところはこの辺りには近づかんことだな。しかし昔からこの辺りをおる者は私のような偏屈ばかりだがね、いろいろと考えておるのだよ。お前さんが心配することはない。あの助けていただいて本当にありがとうございました。
久しぶりに若い女性と話ができて愉快だったよ。ではおやすみ。行くぞフェラスト。明日改めてお礼に伺わせていただきますから。いない、いなくなるのが早すぎる。私たちは合流した後だってその場を離れました。こんな時間こんなところにいる理由をうまく説明できそうになかったからです。私があった昨夜の事故はトラックのギアの故障が原因だと新聞にありました。けれど私が知りたかったのはそんなことではなかったし、事故の本当の理由、今でもあそこに囚われている悲しい人たちの思いを知っていたので、ひどく寂しくなったことを覚えています。そして私は新聞を畳むと、昨日の夜約束した通り酒井さんのお宅を訪ねるために出かけました。すいません、この辺りに酒井さんという方のお宅は。酒井さん？盲導犬を連れたサングラスの方？はい。それなら三軒先の家だが、君は酒井さんのお孫さん？いえ、昨夜の夜助けていただいたらお礼に来たんですが。おかしいな、君を助けたのは本当に酒井さんだった？はい、確か。酒井さんは昨日の夕方病院で亡くなられて、今日お通夜のはずなんだけど、亡くなった時間を聞き間違えたかな。え、でもあのフィラストは。ああ、飼ってた犬。聞いた話だと酒井さん亡くなった夜に鎖をちぎってどこかへ逃げ出したそうだ。とても仲が良かったから今頃は。そうですか、ありがとうございました。あるよね、こういう話。難しいんですよ結構。一個どっかで間違えると絶対にね、大吉もらえない。よかった大吉もらえて。このテイストでもう一回ゲームを作ってもらいたい。リメイクでちゃんと井の頭公園とタイアップして。ユビとアイブルツイッターインスタグラムやっております。ぜひよろしくお願いします。あれいろいろこうやったりこう見たりしていただけると幸いでございます。次回は第二の噂、これ音楽室の MF。 これも悲しいお話なんですよ。いいお話です。でもね怖いよ。では次回この第二の噂やりたいと思います。ユビットでした。バイ。